な口直さあ、スパイファミリー、はい、おかけるウェハース、あ、ウェハースね、はい、はいはい、11月4日から11月13日まで発売、はい、14日に買ったんですけど、うん、まあまだ売れ残ってるやつが結構あったので買いました、はいはい、27時はい。そして、うん、ウェハースというねカードついてるんですけど、全部で27種類、はい、あ、はいはい、でキャラクターカード7種、うん、ここのアーニャとベッキーを狙いたいのと、このスペシャルカード4種類がここに書いてあるんですけど、はい、あれ書き下ろし、書き下ろし&金色箱押し仕様のスペシャルカード収録で、一番欲しいのはこの、うん、この絵柄のね、それ可愛いね、スペシャル、うん、カードが欲しいんですね。ネグ何が言いたいの、寝巻き、寝巻きパジャマ、はい、ペンギン、アーニャペンギン、ベッキー、ベッキー羊かな、これバッ羊、はい、で絵柄2種類だね、はい、ヘビそっちも見せて、はい、はい、ね、この2種類、あーピンクとね緑、なるほどね、でこれをね開けていこう、しゃ開けていこう、しゃで見ていい、このいや後ろからちょっとカッターで切って、あ、なるほど、これ取っとくんでうまく切ってください、はい、はい、開きました。こうすればこちらの表紙に、ね、飾れると。さあそれではもう出しますよ、はい、せーの、こうかな、え、本当に、え、来ちゃった、来ちゃった、やば、箱押し、しかも、え、これ箱押し、もしかして、マジ、わかんない、アーニャベッキーってここに書いてある、でもはい、え、はい、27分の1を引き当てた、これは嬉しい、嬉しいですね、かわいい、これは飾るぜ、飾るんだけど、いいっすね、いいよ、はい、あご押しじゃないかもしれないえ、かわいい、そのアーニャベッキーって書いてあるから、金色箱押し、え、当たっちゃった、2枚目しちゃいますか、はい、どうぞ、いきます、うん、いや、嫌な予感するぞ、多分これストーリーなんですよね、多分ね、うわぁ、ゆりくんだ、単体だすげぇ いらん、あー、うわ、すごっ、バラあれかな、夜さんに会いに行った、あそうだ、時だね、これ、うん、うん、このシーンか、あと、アーニャのさ、じとめの顔、あれもあったんだよ、あ、あるじゃん、ここに裏に書いてあった、これも欲しかったんだけど、うわー、やばいとこ当てた、やばいとことやばいとこ当てた本当はね、天と地だよ、でもこっちは当たったからもう全て OK、 こっちはどうでもいい、でも取っておくけどね、これはね、ちょっとどっかに飾るよ、うん、かわいい、いやー、調べるか、発行しか発行してないか、うん、多分発行しだと思うね、うん、うん、スパイファミリー、もうこれ見てほしい、これ表紙でいいんじゃない、サムネ、アーニャ、スパイファミリー、アーニャ&ベッキー、うわ、かわいいね、ベッキーファン多い、あ、だろうね、いやいや、はい、でもここで運使っていいのかな、あ、で、おいしい、ココア味、うわ、でもちろん、そっちミルク味でしょ、うん、え、違うの、一緒だと思うよ、ココアだよ、ココア、色は、うん、ヘビー、そうやって開けたの、別にいいけど、この方がいいかなと思って、うん、その方がいいかもしれない、だってこの開け方だと出ない可能性あるわ、あ、出たほら、色がよし、で、これで、あ、ちょっと中洗って飾ればいい、同じです、わ、かわいいね、これ、じゃあ食べてみるか、どんな味か、うまい、でウェハースね、やっぱ
ウエハースのお菓子が好きな人いるからね。うん。うん。前からこれうまいですよ。ウエハースによってさ、結構値段違うじゃん。うん、なんか100円くらいの時もあるし、これ150円だったんだよ。まあ違うね。税込み165円。味によって、それともなんかあれかな、こう人気度によって。感じですね。ねえ、美味しい。久しぶりに食ったら、うん、うん。じゃあね、これ飾りたいと思います。そうだね、書き下ろしってことですよ、多分。そうでしょ、この、ね、だってアニメ、うん、ね、ベッキーのこんなかばい姿ないよ。あれでもない姿。辻さん、今後こういうシーンがね、うん、出てくるのか。すいませんね。お泊まり。あ、ありえるの。あれじゃん。あるの？お泊まりでほら、次来るんじゃない、もしかしたら。だからね、今後ね、来る可能性あるよ。お泊まりしていいって言ってたじゃん。覚えてねー。いや、まだ俺見てないかもしれないです、その回。まあいいや、ということで。皆さんもぜひやってみてください。欲しいとこ出ちゃった。ただ悪く言えば、ここで運を使ってしまった。俺か、次が。でもいい、これ欲しかったから。そう、あれでした。あれでした。表紙にばかり気を取られ、裏を見るの忘れてた。なんかすごいリアルな足の裏、映ってる。ベッキーの足裏レアだよ。嬉しい。